吊るせえ多年草ガガイモの学名はマキノなどで、メタプレクシス・ジャポニカと紹介されてきたが、カヌムへ通る。で、メタプレクシス属などは、イケマ属に統合するのが妥当とする学説が出され、ガガイモに関しては、同論文480ページで提案された、キナンカム・ラスタレータムという新学名が、旧植物園からも認められている。米を鏡、または、 鏡草という、夏の季語。いずれの名も語源には、諸説あり、芋というのは、根ではなくて、実の形によるとも言う。高橋は、割れた実の内側が、鏡のように光るので鏡芋の名が付き、これがなまって、ガガイモとなったとしている。平安初期の、本蔵和名で中国語名のガガイモがガガイモを表す、漢字表記として当てられ。 やがてガガイモの表記が用いられるようになった。日本神話では、少なびこなの神が天のラマ船に乗ってきたといい、これはガガイモの実を二つに割った小さな船のこと。日本の北海道、本州、四国、九州のほか、朝鮮半島、中国の東アジア一帯に分布する。各地の山野に自生し、 日当たりの酔いの草原や道端などに見られる。日当たりと排水が良く、越えた土地を好む性質がある。鶴製の多年草で、長い地下茎があり、白い線状で長く伸びると、その先に茎を出す。地下茎は、ちぎれても、地下茎の一部分から容易に繁殖することできる。鶴は右巻きである。葉は耐性し、やや長い心臓型で、前縁、葉脈が目立ち。 洋芯の表面は濃い緑色、裏面は白六色をしている。早く木を切ると白い乳液が出る。夏に、洋液から長い花柄を出した先に集酸花除がつき、泡紫色から白色の花が十数個ほど咲く。果敢は五芯裂して、星型に反り返り、果敢の内側に毛が密生する。果実は、 大型の防水系の袋下で、長さは8から10センチメートル表面に、イボがあり、こなすと荒れて、ボート型になり、中から白い毛の生えた種子が出る。ヘクソカズラに、姿がやや似ており、比べると、数は少ないが、横に伸びた根から芽を出して、旺盛に繁殖するため、一度生えると雑草化する。かつては、種子の毛を、綿の代用や種肉に用いた。種子は、 漢方で、ツタマコと呼んで、競争薬に用いることもある。わかめなどは茹でて食べられる。種子と、葉は生薬になり、初秋に身を取って、天日乾燥して、種子を取り出し、葉は夏に採取して陰干しして調整される。乾燥させた種子は、ツタマコと称されていて、強制止血に、また葉は下毒、腫れ物に薬効があるとして用いられる。 民間療法では、強制目的に、ラマコの乾燥粉末ついた治療2から3グラムを1日2回服用する用法が知られる。切り傷の止血には、種子の白髪をつけると良いとされ、腫れ物には、歯の粉末を、口なしの粉末と一緒に素で練り合わせて、湿布する方法が知られている。日本では、以下のような方言名が見られる。ちなみに、メタプレクシス以外に、 イケマ族に統合された族は、アドラステマ、グロソネマ、グラフィステマ、ホーラステマ、メテレピス、オドンタンセラ、ペンタライナム、ロフィステマ、セシャギリア、シチュアニアである。AB マキノもガガイモの別名として挙げている。高橋は、ガガイモの別名として、草面を掲載している。ガバルツ、ゴイダーロワンバーグ、ABCDEFGHIJKLMN、 OP ババアツシ 1996P33ABCDFG 近田文博監修、亀田隆吉、有沢茂雄著 2010P93 牧野。高橋。a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c a d i a f a g i a j a k r a m 1 a o APAQRAZ。 やさかしょぼう。日本語、英語、英語、ありがとうございます。